も皆さん、鶴巻真希です。キズナあかりです。あれ、今日は何もなし。何がですか？ほら、サメとかナメクジとか。今日は無理ですね。なんで？状況を考えてください。あ、そっか。とりあえず外に出たら、すぐにベッドの下に隠れてください。怪しい誘い文句には乗らないぞ、この野郎。これでいいの？どの道逃げたことがバレるんですから、敵を黙認した上で逃げ切りましょう。トリガーって、あの指を切断した医師の名前ですね。メルニッケさんじゃなかったね。ですね。あ、トリガーさんだ。I see you, sir. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention.音だけで何が起こってるか分かるのが怖い。パイプカットでもしてるんじゃないですか？あの医師にそんな高度な技術持ってるとも思わないけどな。まあ、そんなことできるなら最初から指なんて切断しないでしょうけどね。来てます、来てます。あ、ここまでは一連の流れなのね。Fuck! Fuck, really? それ怒りますよね。You are gonna walk on me! If there's one thing I cannot goddamn stand, it's the queer!そりゃあんたみたいな姿でバカでかいハサミ持ってたら誰でも逃げるわ。おケツは丸出しですけどね。せめてズボン履けよ。まあエプロンはつけてるし多少はね。嬉しくもねえ、裸エプロンだな、まったく。どうする？とにかく出ないことにはことは進まないので、医師が奥に行った瞬間を見計らって脱出しましょう。はい、わかった。今です。オッケー。ダコム買えばいいのかね。ああ、すいません。そこまで覚えてないです。ミスった。とにかく手当たり次第に当たるしかないな。相変わらず静かに締めない主人公は学習能力ゼロということで。おかげでバレたみたいだよ、畜生め。さあ、やってまいりました。トリガーさんとマキさんの逃走中、捕まれば漏れなくあの世行きのデスルール。ハンターもびっくりだわ。どちらかが死ぬまで続くルールって燃えません？地下闘技場かな？ハンマユージローを連れてきましょう。ムタさんでもかなわないだろうね。追ってくるかな？まだカジーナさんは帰ってどうぞ。あ、ここドアが壊されてる。ここはさっきの部屋とは違う部屋みたいだね。追ってきましたね。これまずくない？まずいっすね。うん、うん、おー、どうしましたこれ。大丈夫、マキさんなら逃げれます。頼むから具体的な根拠をくれ。うん、マキさんだから。そっか、私だからか。そうです、マキさんだからです。一人やないか。ほら、大声出してるとバレますよ。まあ、あんだけ息切らしてたらバレますよね。逃げるんだよ。お、ダメージ食らわず回避するなんてさすがマキさんついてますね。嬉しくないから、全く嬉しくないから。どこまで逃げればいいの？無限の彼方へ。さあ行くぞ。やっぱしいわ。とりあえずベッドの下に隠れて。バレるやないかい。出た、マキさんのセルフツッコミ。というかベッドの下で見つけられるならそのままぶっ刺せばいいのに。そりゃあ楽に殺すより痛みつけた方が盛り上がりません？お前はサイコパスか。というか振り切れる場所がないんだが。おや、そこに押せれるオブジェがありますね。つまりあれを押して次に行くのかな。だと思います。あ、やべえ、行き止ま。貴様は完全に包囲されている。おとなしく裸になって復興縛りをさせなさい。私にしても需要はないぞ。あれは巨乳な人ほど需要があるんですよ。じゃあ、あかりちゃんにも需要あるんじゃないの？ああいうのは恥ずかしがってる人がするからムラムラするんじゃないですか。マグロな私がしても興奮する人なんていませんよ。わかんねえぞ。あ、やべえ、行き止まりや。誰かさんが復興縛りの話をしたから。私の記憶が正しければそこの白髪の口から出たと思うんだが。私、死いらない。やめてください、無言の圧力。これでも頑張って声高くしたんですから。知らねえよ。お、一周しましたね。これ何周かしてるうちに逃げ切れないかな。やってみましょう。あかりちゃん、逃げ切れる様子が一切伺えないです。もしあのまま後ろから追ってきてるなら、先ほどの連絡通路のドアを閉めてみましょう。ちょっと待って。知ってただろ。えへ、お前後で説教だからな。マキさん怖い。ほんとお前、マジお前。
本当焦っちゃうとすぐミスをするんですから。焦らせたのは誰のせいだよ。主人公さんめっちゃ息切らしてますね。そりゃ4周もすれば息ぐらい切らすでしょ。それに指の切れた痛みもあるんだからたまったもんじゃないよ。違う違う、マキさん。ああ、指が切断されたんです。頼んないよ。あ、こっちか。しまったな、向きが向きだから後ろにいたら見れないや。ハサミの音がなくなったら出ていきましょうか。もういいかな。あ、こっちか。出てきたのを見計らったような登場ですね。しつこいよ。バッハハイ。マキさんもなかなかのゲスですね。褒めるなよい。あれ、こんな部屋あったっけ。逃走劇に夢中になりすぎて気づかなかったんですね。あれ、開かない。まさか。お邪魔します。お邪魔だよ、畜生。そろそろ主人公もボロボロですね。間違いないね。まったく、早く進展しないから主人公も新しい性癖に目覚めるんじゃないんですか。そんな性癖はゆかりんちのまんじゅうだけで結構です。つまり主人公は彼だと。だったら今頃窓から飛び降りて脱出してるわ。このまま先ほどのオブジェを動かしましょうか。このままじゃただの鬼ごっこが続きます。了解。指が痛いらしいよ。まだ安心はできませんね。あそこだな。やっと落ち着けれるや。これで追ってくることはないの。確かエレベーターを起動させないといけないんじゃなかったですか。ってことはまだ終わらない感じ。そんな感じ。そんな。おトイレだ。まあ尺の都合上ドキュメントがありましたがスルーでいきます。ロビーかな。いや、かなりな逃走劇でしたね。あかりちゃんがもうちょっと早く逃げ切れるさんを教えてくれたらこうはならなかったよ。何事も経験ですよ、マキさん。何もないね。受付？鍵？思い出しました。あの鍵でエレベーターを起動させるんです。爆発した！しつこいよ！おそらく他の場所は全て行き止まりです。あの石のこじ開けたドアを通るしかないですね。恐ろしい執着心だわね。ほら、石は患者が何より大事ですから。大事だと思うなら穏便に済ませようよ。アウトラストは常識にとらわれちゃいけないんです。常識にとらわれないなら今すぐ窓から飛び降りようよ。来ましたね。というかこいつらはドアノブをひねるという概念がないんだな。ムタさんならひねると壊しそうだからわかりますけどね。とりあえず相手が奥に行った瞬間を見計らってダッシュしましょう。おけまる。よし、いいかな。ダッシュ。このままベーターの場所に急ぎましょう。見事なステルス機能。これならバレずに行けそうですね。よっしゃー。はあ、疲れたわ。あかりちゃんなんで黙ってるの。あ、ちょっと待ってちょっと待って、聞いてない聞いてないってば。生存コースなかったの。時にはヘビの道も進むことも大事ですよ。あかりあ、おめでとう、マキさん。あの石の脅威は過ぎ去りました。今ね、とんでもなくいろんな感情が渦巻いてて整理が追いつかない状況なんですが。これ、死んでるよね。なんかメモに追加された。マキさん、笑いどころです。笑えねえよ。マキさん笑いどだから笑えねえって。どっかに階段があったはずです。でもまだムタさんっていう脅威が残ってるんだよな。ムタさんは不滅です。自分で後半倒れるとか言っときながらそのムタさん愛はどっから来るんだろうね。死してもなお愛するのが恋というものではないですか。恋ね。あかりちゃんがムタさんみたいな人が好みなの。まさか、私だってイケメンと付き合えるならそれに越したことはないですよ。ムタさんはそう言うなら愛人です。どうしようもないクズだなお前。
そろそろ終わりに近づいてきてるんじゃないの？これで半分ぐらいってところですかね。うっそー。マキさん、終わっても次のホラーゲームが待ってますよ。断じてお断りします。可愛いやつも入ってるのに。一応どんなのか聞いてあげる。候補として上がってるのはアニメーションホラーですね。ベンディ&ザ・インクマシーン、もしくはロゼと黄昏の古城。確かにアウトラストよりはマシだと思うけど。まあ、あくまで候補の一環なので後々変わるかもしれないですね。変わる変わらないにしても私の気持ちが変わらないとやる気になれないんですが。うわぁ、いるんだよな。よく気づきましたね。あんな堂々と立たれたらさすがにね。Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. お前もどっちかというと私らの敵だろうが。そうとも限らないかもですよ。というかここまで来れたなら帰ろうよ。そこはほら、記者魂ですよ。ほんと記者って何なんだろうね。なんか火の粉が上がってる声が聞こえる。あらら、警備兵さん。手を股間にやってるあたり、あの石に強制パイプカットされたんですね。パイプカット気に入りすぎだろお前。あ、パイプカットが何のことかわからない人はお父さんに聞いてみましょう。実況動画でここまでパイプカットっていう単語が出る動画はここだけだと思う。さてと、どこに行けばいいのかしら。この更衣室にもう一つドアがあったと思います。ここか。うわ、なんかすごい煙たい。どっかでキャンプファイヤーでもしてるんじゃないですか。わはは、そんなまさか。あ、マジでされてたわ。というか確実に火事じゃないっすか。ここから入るのか。うわ、大炎上じゃないですか。指見せんといて。おや、誰かいる。I had to burn it. All of it. Murkoth took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. キッチンから出られるって。おい待てや、何消化しようとしてんねん。主人公は善良な市民だったんですね。まあ、そうなるだろうとは思ってたけどさ。さてと、では今回はここまでです。トリガー石の顔はもう見たくないな。ゾンビになって蘇ったりして勝てる気がしねえ。アウトラストオブザデッド好評発売中。バイオハザードとのタイアップかな。まあ、それも出たら候補に入れときましょう。しまった。では皆さんまた会いましょう。この前、イーちゃんにめいっ子の写真を見せてもらってさ。お、可愛かったですか。もう脳みそとろけるかと思ったよね。やっぱり子供は見てて癒されるな。無邪気な姿が可愛いのも子供の特権ですよね。あかりちゃんも無邪気になってみれば。例えばうん、あれ無邪気ってなんだっけ。ちょっと待ってくださいね。無邪気とは性質、気持ちなどが不純でなく素直なことだそうです。うーん、不純じゃなく素直だったら何でも無邪気になるのか。まあ大の大人が赤ちゃん返りしたら引きますけどね。そういうこと言わないの。てへ、試しにマキさん赤ちゃん返りしてみてください。私がしても気持ち悪いだけじゃないの。わかりませんよ、一部の人には受けがいいかもしれないですし。それならあかりちゃんやってよ。私はほらそういうキャラじゃないんですよ。動画中ではあんなにはっちゃけてたのに。動画は動画、動画外は動画外です。仕方ないな。そこまで本格的にやらないでください。